アイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生第111回。赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。一人目は宮里直美さん、女の子の赤ちゃんです。スタッフさんに応援されながら頑張るママ、無事に出産して元気な泣き声が聞こえます。記念撮影をした後、パパによるへそのをカットです。コメントはママです。赤ちゃんの可愛い声も聞こえてきてほっこりしますよ。それではお聞きください。一緒に頑張ってくれてありがとう。家族3人で頑張って暮らしていこうね。はい、とっても可愛い鳴き声が習字後ろでね、前でも聞こえてましたけれども、元気に生まれてよかったですね。一緒に頑張ってくれてありがとうってお母さん言ってましたけれども、お母さんも頑張ったんでしょうね。これからね、家族で楽しいこといっぱい過ごしていってください。出産おめでとうございます。続いてこちらは匿名希望さんです。男の子の赤ちゃんです。赤ちゃんが元気よく泣いて周りの皆さんが喜んでいる様子が伝わります。パパがママと赤ちゃんを気遣う声も聞こえてきます。スタッフさんとママの会話からも赤ちゃんを愛おしく思っている気持ちが伝わりますよ。それではお聞きください。赤ちゃん泣いてるね。すでにいいです。こちらも元気いっぱいの可愛い赤ちゃんでしたね。この生まれた時にね、たくさん周りの方の歓声から始まったんですけれども、やっぱりいいですね。祝福されて生まれてきたっていうなんか感じが見えて、なんか私もほっこりしました出産おめでとうございます。最後にこちらも匿名希望さんです。男の子の赤ちゃんです。立ち会っているお姉ちゃんの声から始まります。赤ちゃんの声がお腹から聞こえてきてお姉ちゃんも嬉しそうです。無事出産して元気な泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん、周りから拍手が湧きます。コメントはおばあちゃんとお姉ちゃんたちです。
17番目のお孫さんを前にしたおばあちゃんの喜びようが印象的です。それではお聞きください。アリーさん、顎が出てくるよ。まあ、頭出たね。もう少しね、顔出ましたね。今のブルーブルーってなった赤ちゃんの声、お腹から聞こえたね。なんだった元気で可愛い赤ちゃん、ありがとう。とっても嬉しいです。みんなで見た何遍産んでも同じ顔だね。やっぱり元気に産んでくれてありがとう。大きくなって赤ちゃん、こんにちは。17番目の孫、うん、すごいすごいすごい、嬉しい。大きくなれ。みんなで、せーの、なんていうの、ママ早く帰ってきてね、でしょな。ママ赤ちゃん産んでくれてありがとう。早く帰ってきてね。早く帰ってきてね。はい、はい、以上です。おめでとうございます。おばあちゃんがとっても嬉しそうですね。もうね、きっと泣いてたんじゃないかな。もう本当にこの感動というか、すごい喜びがここまで伝わってきましたよ。きっと素敵なお産だったんでしょうね。そしてお父さん、早くお母さんに帰ってきてって言ってって言ってた、ね、きっとお父さん早く帰ってきて欲しかったんでしょうね。ねえ、面白いね。皆さん、これからもまたにぎやかにね、17番目の孫ということで、もうますますにぎやかに楽しくなりますよ。いい思い出いっぱい作ってください。出産おめでとうございます。それでは続いて、教えて北条先生のコーナーです。今回で第47回目となります。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀先生にお産についてお話を伺い、上条美希との対談方式でのインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回はですね、5月から始まっている婦人科美容器インティマレーザーについてなんですけれども、FM 技能1でもこの音声をね、アイレディスクリニックあるんですけど、 FM 技能1で今月から担当している田辺由紀さんを交えてお話を伺いました。それではお聞きください。はい、ということで、はい、教えて北条先生、はい、今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。今回は FM 技能1から、はい、ゆきさんが来てます。はい、田辺ゆきと申します。はい、よろしくお願いします。はじめましてですよね。はじめまして、ね、いつも声だけ聞かせていただいてますが、初めてお姿を拝見いたしました。はい、ゆきさん、アイレディスクリニックで今インティマレーザーっていう、はい、美容機器っていうんですかね。そうですね、婦人科美容ね、婦人科美容機、そうですね、を5月からやってるんですけれども、はいはい、聞いたことありますか。あ、はい、番組で言ってたんですよね。そうなんです、はいはい、あれを導入して、はい、5月21日から、ね、はいはい、本格的にスタートします。あ、そうなんですね。まあ、今問い合わせも結構多くて、尿漏れの方がね、おばあちゃんがもう10年以上尿漏れで悩んでて、もうなかなか治らないからっていうことで相談来てね、話したら興味持ってくれてね。やっぱりどうしてもこの今までね、やっぱり多分お産終わった後のことって、僕もあんまりそこまでこう女性の体としてね、こう女性特有のこのみんなになかなか相談できない、こういう尿漏れとかね、お湯が入るとかね、そういうね悩みをやっぱ改善できる機会があるんだったら、やっぱりそれをね、取り入れてみようかなっていうのが今回のね趣旨でね。改善できると思ってない人がほとんどだと思う。そうですよね。うちの職員で要は体験ね、してもらったんだけども、もう諦めてた、全然こう変わったっていうのをね、やっぱり聞いて、それでね、デモ機からやっぱもうちょっとこれは必要だなと思ってね、
取り入れることを決めましたね。フェイスリフトとかもね、なんかできるらしくて、あ、らしいですね、うん、脱毛なんかも。そうそうね、はいはい、うん、なんかまあそっちもちょっと人気がですよね、はい、職員たちもね、うん、うん、私ちょっとそっち気になるんですよ。あ、本当、うん、ちょっとビフォーアフター撮るけどね。あ、モニターで。そうそう、まあなんかやっぱりこういうのって、まあやっぱり女性は年齢いくらでいってもやっぱりこう美しく、ね、女性らしくありたいってね、で、うん、まあ、やっぱりそれを僕も忘れてほしくないから産後、ね、退院する前にヘアメイクエステをね、あのうちのエステがやってるのは ね、うん、やっぱり自分の奥さんがまたこう女性としてこう綺麗になって、あ、お母さんというか、あ、うちの奥さん綺麗や好きやってね、またこうねなって退院しまいして、お母さんも妊婦であれだとずっと要は女性をねちょっとまた置きながらお母さん準備してるから、うん、はっとやっぱね自分がまたこうメイクして綺麗になったね、うん、やっぱり1年こんなにきちんとしたのはその出妊娠ね分かって以来久しぶりだとかやっぱり声聞くとね、それまた見て旦那さんもね、こうフレッシュな気持ちになってくれればっていうことね、うん、同じようにこうねインティマをやることによって、まあこれは場所もちろん部位は違うけれども、うん、旦那さんにもやっぱり相談できないことだろうしね、うん、旦那さんもまさかそんなこと言うこともできないしね、だから確かにそうですね、うん、ね、でそういうところは婦人産婦人科医としての僕はね、うん、相談乗れるしね、看護師さんに相談乗ってそういう体験されてみてもいいかなと。一応ね、沖縄体験モニター書く感想文書いてくれさえすればね、うん、ちょっと高いのをね半額にしてるから、まあみんな沖縄の方もねこう少し取り組みやすいようにね、うん、そうですね、うん、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか、はい、ね、思います。インティマレーザー、はい、皆さんぜひホームページでね、はい、詳細もありますか、うん、そうですね、書いてますので、ね、見てみてください、はい、出産するした人もしてない人も使えますからね、はいはい、だから入れるのはあくまでもこうね、自分たちでいいと思ったものしか、うん、と思ったから僕もね今回インティマレーザー取り入れましたからね、うん、この脂肪のね誘拐する装置も効果があればね、うんうん、はい、運動しないでも少し効果があるんだったらちょっといいかもしれないね、はいはい、うん、そうですね、はい、ということでインティマレーザー、ゆきさん聞いてみてどうですか。いや、興味ありますよ。ですよね、すごく興味あってみたいです、はい、脱毛もできるし色も調整できるんですよ、うん、色、うん、色なの、そうそうそう、うん、そうね、うん、はい、ホワイトニングですね、うん、まあね、やっぱり、まあ、そういうのも、うん、やっぱり気になる方は気になるのでね、まあ、これはもう人それぞれですけどね、うん、まあ、ぜひ、はい、興味のある方は、うん、まずはお電話でご相談を、ね、分かりました、はい、してください、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、ぜひ気になる方は受けてみてください。色ってすごいよな。うん。まあこの毛とか色とかの話ばっかり私してしまったんですけれども、ね、この出産後とか、また、50代、60代の方にも受ける方が多いんですって。ね、本土でやってる時はね、やってるところでは。なんかこの膣の広がりをね、こうやって収縮してね、お風呂に、銭湯にも行けるようになったとかね、そういう体験レポもアイレディスクリニックの職員さんのね実際の体験レポもありましたから、気になる方はぜひね、ホームページでまず詳細見てみてください。このコーナーではですね、教えて北条先生、リスナーさんからインタビューの際に北条先生に聞いてほしい疑問、質問、お悩み相談募集しています。アドレスは 761@fmkoza.jp です。皆さんメッセージお待ちしています。以上、教えて北条先生のコーナーでした。ということで今日はですね、お手紙をいただいてるんですよ、このコーナーに。以前ね、めいっ子がちょっとこのっていうね、お悩みの手紙をいただいたんですけれども、その後の状況をくれました。読ませていただきたいと思います。みきさん、めぐみさん、おはようございます。先週は豪快な笑い声が聞けずちょっと寂しかったですよって私ね私のめいっ子の話なんですが、救急車を呼ぶような生理痛に悩み、不安な生活を送っていました。めいっ子と私の姉はアイレディスクリニックに去年でしょうか行ったのです。
私の姉はニコッと笑って先生に相談してよかったと、私の何十年の悩みを分かってくれたよと、めいっ子は今仕事、恋愛、父親の看病と忙しい日々を過ごしています。この前めいっ子が父親に大丈夫、絶対に大丈夫だよ、私も生活できるようになったよと会話する話を聞いて、私も思わず涙ぐみました。本当、人との出会いとは大事なことだよねって思いました。アイレディスクリニックのスタッフさん、先生、ありがとうございます。これからもいろいろな人に愛の手を差し伸べてください、よろしくお願いします、ということでメッセージじゃないか、お手紙いただきました。ありがとうございます。このね、なんていう、この血液だったかなんだったかね、このお風呂場で倒れてしまってっていう、お手紙をいただいてね、この父親も今ちょっと入院してるということだったんですけれども、なんか嬉しいですな。この赤ちゃんのね、この産声を聞くことによってすごい幸せな気持ちだし、なんか、ああ可愛いなって思うんだけれども、またね、この自分の人生も振り返ってしまうんだよね、私はね、これを聞いて。なんかこうやってね、元気が出る人がいっぱい増えてきたらなんか嬉しいですね。ありがとうございました。ツイキャスもコメントいっぱいいただいてんですけれどもね、神聖ですねとか、みきちゃんも産んでみたいですかとか、いろいろ聞いてるんですけど、皆さんぜひね、これからもよろしくお願いします。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック。アイレディスクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は 761@fmkoza.jp まで。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニックの提供でお送りいたしました。ということで、素晴らしい選曲ですね。いつもながらめぐみさん。これ、リスちゃんさんからのリクエストですね。冬のそなたのテーマで、最初から今までをお届けしていますけれども。笑っちゃったよな。もうあと1、2分でエンディングですけれども、めぐみさん、今日のめぐパンは何だったんですか？今日は、チョコパンでした。今日は当たりやすかったかもしれないですね。うん、もうチョコの、チョコの、あのヒントは、あまりしか出てこなかった、ね、だよな、実は大ヒントだったんだな、もうこれシンプルイズベストだよね。あ、皆さん、はい、メッセージ送ったら100万円当たったかもしれなかったということで、この後10時からはカフムイラジオチムビラ、そして11時からは沖縄子どもの国プレゼンツズーズーワンダーランドです。そして11時30分からはククスタ、12時からはシフオビです。金曜日、今日は千葉なその子さんのハピスマアフタヌーンをお届けします。今日も一日 FM 小座でお楽しみください、はい、皆さん今日もたくさんありがとうございました。お相手は上条美希と池城めぐみでした。また来週、バイバーイ。